ワールドインベスターズ TV。 今回は1000億円ファンドを立ち上げた日本初の女性ファンドマネージャーで、実は大阪生まれニューヨーク育ちの竹村直子がお送りします、ワールドインベスターズ TV。 それではロクロクライブスタートです。はい、こんにちは、ワールドインベスターズ TV ロクロクライブ始まりました。水曜日は私竹村直子が担当します。昨日ラジオの番組出てたんですけれども、20分間喋り続けてましたが、やっぱりラジオは気を使わなくていいなと思いました。今日も、生放送、六本木のカフェにて行っております。よろしくお願いします。それでは今日はまず今日のメニューから加藤さんお願いします。はい、それでは報道ですから今日のトップ項目をお伝えしていきましょう。今日は竹村さんピックアップでアメリカ FRB が行った FOMC の結果、この後詳しくお伝えしていきたいと思います。そして今日のゲストは旅キャピタルの吉村さんです。どうぞ皆さんお楽しみに。ということで竹村さん、今日も30分よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日のゲスト旅キャピタルの、吉村さんですけれども、今日はちょっとですね、アジアのワイン事情についてちょっと面白いお話があるので、ちょっと紹介してみたいかなと思います。実はですね、最近中国でのワイン消費量がものすごくことになってまして、実は香港のワイン輸入額は、去年ですね、なんと前年比で 40% も伸びております。それはですね、やっぱり文化が、今中国で変わってきておりまして、今まで飲まなかったワインをですね、ガンガンやっぱり飲むようになっているということです。香港というのはですね、私も住んでた頃にワインっていうのは特別にワイン税というのがかかってました。香港っていうのはほとんど税金がかからないんですけれども、贅沢品にだけはその高い消費税をかけるんですね。で、車だとか、そのワインなどには高い税金がかかっておりました。それでワインは当時ですね、80% の実は税金がかかっておりましたが、香港は、香港政府はですね、これを段階的に2008年から2年間でなんとゼロにしました。ということもあって、今ワインの消費量は爆発的に伸びてるということですよね。実は世界中で見ると、今ワインの消費量っていうのは、年間で 1% ぐらいの上昇に過ぎないんです。だけれども、これをアジアだけに限定してみますと、これが 10% の成長率なんですね。その中でもこのデータから見ると、中国でのワイン消費量がすごいことに気がつくと思います。で、彼らはですね、ワインを楽しみ始めているというか、なんていうか、有名なボルドーのシャトーなんかをですね、一気飲みするような飲み方をまだ今はしてますけれども、かなり一気飲みをしているようですね。高級なワインも随分と売れてるようです。で、この間ですね、ドバイ国際空港で個人が買ったですね、1回あたりに買ったワインの販売額っていうか、その購入金額の最高金額が塗り替わりました。なんと、その免税店においてある人がですね、8本で900万円ワインを買っていたと。そういう記録が8月31日これ塗り替えられたんですね。そういうですね、非常に高級ワインが売れているっていうのは最近のアジアの事情のようであります。うちのですね、石田さんが最近香港の、香港経済観光大使に任命されたようですし、彼も、参考します。今度ワインツアーっていうのが実はあります。これはですね、週末香港ワイン&ダイン丸かじりツアーと題しまして、10月の29日出発、11月の1日まで、この3日間で香港に行きまして、サザビーズのワインオークションを見学したり、いろいろワインについての、調査をするといいますか、調査をしたりですね、美味しいものを食べたりという非常に楽しそうなツアーなので、皆さんもふるってご応募ください。これは出てますか？今下に出てると思うんですけれども、ここへ申し込みお待ちしております。ということで、ここで一旦 CM を挟みまして、2枠目に行きたいと思います。はい、よろしくお願いします。
The world is not just changing, it's exchanging. Gone are closed markets and siloed thinking. Here to stay is the new collaborative marketplace. And it speaks one financial language, the language of exchanging. Exchanging opportunities, exchanging capital, exchanging optimism. Exchanging is the lifeblood of this new collaborative world. A world powered by NYSE Euronext. With the ability to trade equities, options, futures, and other products across the globe, exchange platforms and technologies that strive to set the international standard and home to the most influential companies on the planet. This is the exchanging world. Welcome to it. NYSE Euronext, powering the exchanging world. はい、それでは2枠目はワールドマーケットコメント。報道デスクの加藤さん、よろしくお願いします。はい、それではこの時間は報道デスクから最新のニュースをまとめてお伝えしていきます。まずは竹村さんピックアップの注目トピックとなります。アメリカの FRB 連邦準備制度理事会は21日に FOMC 連邦公開市場委員会を開き、フェデラルファンドの金利の誘導目標を 0% 近辺に据え置いた上で、会合後の声明文では景気回復のテコ入れに向け必要に応じて追加の緩和措置を実施する用意があるとの認識を示しました。これを受けた外国為替市場ではドル売り圧力が強まり、昨晩のニューヨークタイムに続いて東京タイムでもドル円相場はちょうど1週間前に政府日銀が為替介入を実施して以降では初めて85円を突破、84円台に突入しています。ということで竹村さん、はい、マーケットは FOMC の結果を待っていたわけなんですけど、竹村さんどんなふうに見てますか？はい、そうですね、サプライズはないんですが、まあ、アメリカの方ではいろんな経済指標が出てきて一応ですね、こうボトムアウトしたかなっていう感じの安心感は出てきているかと思われます。それから金融緩和もこれからやっていくということで、日本にとってはですね、これがドル安材料になるのがちょっと気になるところですが、アメリカのマーケットにとってはこれは債券売り、株買いの方に働きますので、そこの綱引きかと思われますね。はい、昨日のアメリカ株の反応を見ると結局がまちまちだったというところもあった。そうですね、なんか一瞬高いところがありましたね。はい、80ドル高ぐらいまで交換して上がったんですけど、まあ、ちょっとだれて終わったというような感じですか。はい、で今なんか中国を中心にですね、今もう休みになってますので、そうですね、なかなかそのマーケットがもう休みになっているということもこうボリュームを少なくしていますよね。で竹村さん、為替の動きなんですけども、はい、84円台に入ってきました。このあたりも引き続き注視といったところですね。はい、この間介入を日本が単独介入を行ったわけですけれども、はい、あれはまあタイミング的にもサプライズで、まあ、良かったかなと一瞬は思うんですけれども、こうなってくるとですね、アメリカの方と、まあ、特にアメリカですけれども、協調介入っていうのはちょっと難しい、まあ、状況ではありますね。で、折しも今日は1985年9月22日にニューヨークのプラザホテルに先進5カ国の財務省、中央銀行総裁が集まり、当時のドル高是正に向けて各国がドル売りの協調介入を実施することで合意、声明を出した、いわゆるプラザ合意から25年を迎えました。それまで輸出主導型で経済成長を遂げてきた日本にとっては、その後のバブル経済の発生崩壊、そして今日まで失われた10年いや20年ですかね、この20年に続く円高時代の歴史的な転換点となった1日でもあります。そうですね、はい、9月22日プラザ合意から25周年の日なんですね。そうですね、そうか、なんかこの間からなんか記念日みたいなところに私担当することが多くてですね、はい、非常に感慨深いです。そうですね、はい、ですから当時の協調介入と今ですね、ヨーロッパ、アメリカ、そして日本のこの介入の取り組みっていうのはだいぶ変わってきたっ
という感じですね。そうですね、あの実質的なですね実行レートといいますか、はい、当時95年につけた実はあの円高水準から比べれば今はまだまだですね、そこからは円安の水準であるというふうに言う人が結構多いんですよ。でだからその企業にとってもですね、あの当時ほどの悲壮感がないと言われておりますけれども、当時とやっぱり違うのはですね、世界的にです今不景気な中でやっぱりその需要が落ち込んでる中でのそのやっぱりこういう円高っていうのが非常にやっぱりどうですかねネガティブだと思われますので、やはり政府の対応っていうか経済対策っていうのを早く出してほしいなと思います。はい、高村さん、この25年はどんな25年でしたでしょう。25年ってそんな覚えてないというか、もう昨日のこともあんまり覚えてませんからね。なんか25年前、はい、なんか何も考えてなかったような気がします。はい、生まれていなかったかもしれませんね。失礼いたしました。失礼か、はい、では次の最後の項目いきましょう。ドイツのベルリンでは世界最大の鉄道技術見本市、イノトランスが24日までの日程で開幕しています。世界各国の鉄道関連企業が最新の鉄道車両、関連機器、交通システムを出展しているもので、日本からは過去最多の20社以上が参加しています。アジアなど新興国中心に鉄道インフラ整備に対する需要が高まる中で、ヨーロッパ勢をはじめ中国、韓国といった新興メーカーとの激しい受注競争を繰り広げている日本の鉄道メーカーにとっては、鉄道関連メーカーにとっては例年以上に売り込みにも熱が入りそうです。なお一般開放は25日からだということです。ということでこの時間は最新のニュースマーケットの動きなどをまとめてお伝えしました。それでは高山さん、マイクをお願いします。ありがとうございました。それではここで一旦 CM を挟みまして、後半は芋洗坂トーク。今日のゲストはですね、旅キャピタルの、吉村社長をお迎えしております。それでは一旦 CM です。日本のグローバルプレイヤーが世界を動かす。世界の指標価格、価格変動のリスク回避、資産運用の選択肢、世界最高水準の取引システムがコモディティの未来を変える。東京工業品取引所トコム。はい、それでは後半に入りたいと思いますけれども、なぜ石田さんがいるかというとですね、吉村社長がちょっと渋滞にはまって遅れていると情報が入っておりますとか言ってるうちにいらっしゃいました。あ、いらっしゃいました。よかったです。申し訳ございません、はい、すいませんでした。あ、どうぞどうぞ。じゃあ改めまして、はい、はい、今日のゲストです。芋洗坂トークのゲスト吉村社長に来ていただきました。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。あのお忙しそうですね。とんでもないです、すいませんでした。ギリギリで、はい、まずですね、はい、あの御社のビジネスというか、はい、ナビキャピタルさんっていうのはどういったあの会社なんでしょうか。はい、まずあの旅キャピタルっていうのが実際に店舗は持たないオンラインに特化した旅行代理店でございまして、旅行の販売額が今期は約90億円ぐらいの会社なんですが、実際の販売の仕方に特徴を持っております。はい、いわゆる自分たちの自社ブランドが約20個ぐらいございまして、国内ではエアーズゲートや航空券で、海外ではタピエブや、キャスツアーというようなブランドを持っております。でこの自社ブランドで販売している分というのが約先ほどの90億のうちの3割ぐらいでございまして、残りの7割というのが、
すいません、走ってきまして、大丈夫ですか、はい、でいいですよ、ゆっくり、はい、大丈夫です。30% 強ぐらいがオリジナルのブランドで、はい、それから 70% 弱ぐらいがプライベートブランドっていうか、はい、OEM なんですよね。あの7割ぐらいが今おっしゃっていただきましたようにプライベートブランドでございまして、例えばオフィス家具販売のアスクルさんであったり、クレジットカードの JCB さんであったり、ポイント還元サイトのネットマイルさんであったり、 いろんなあの異業種のブランドをお借りして、異業種のブランド名をお借りして旅行を販売しているような形でございます。なるほど。例えばアスクルさんでいうと、アスクル出張サポートというブランドで旅行を販売させていただいているんですが、一般のお客様から見ると、アスクルさんが新たに出張サービス、旅行サービスを始めたようにあの見ていただいています。ただ実際はその、アスクルさん向けの旅行のウェブページの作成であったり、旅行の検索システムの構築であったり、また、旅行の実際のお客様対応であったり、また旅行の発見業務であったり、すべて当社が行っているような形でございます。この会社は、はい、設立したのが2007年ぐらいでしたっけ、はいはいはい、まだ若い会社なんですけど、はい、結構伸びてるんですよね最近。ありがとうございます。あの大体年々倍ずつぐらいで伸ばさせていただいておりまして、はい、設立は2007年なんですが、私吉村と会長の大石という2人で作った会社でございます。はい。で元々私は2003年にあの大学在学中に会社を作りまして、はい、で会社の大石も1995年に同じくあの学生時代に会社を作りまして、はい、お互い別々にあのそれぞれ旅行代理店を経営しておったんですが、はい、この2つを、経営統合して設立したのが旅キャピタルでございます。はい。この伸びてる理由なんですけれども、はい、やはりその特徴としてあの一番強みって言いますか、うん、っていうのはどういったところなんでしょう。はい。先ほど少しあの冒頭申し上げさせていただいておりました、はい、あのいわゆるプライベートブランド販売というところなんですが、旅行業界においてこのようなプライベートブランドをあの自社ブランドではなくて他社のブランドで販売するというのは当社のみがやっておりまして、でそちらが一番の当社の強みでございます。で今大体あの500社ぐらいにあの、まあ、500社ぐらいに対してプライベートブランドとして旅行コンテンツを提供させていただいているんですが、はい、こちらが毎週大体、毎週一つずつぐらいでオープンしておりまして、こちらが一番当社が伸びている、理由になります。そうですか。あの、御社 その OEM のやり方っていうのは本当に御社オリジナルで、御社しかやってないんですよね。そうです、はい。それとあの聞いたんですけど、価格も他社よりも安いと、はい、そうですね、はい、であの私が印象的だと思ったのが、はい、その御社がやっていることっていうのは、その例えばアスクルさん、JCB さん、はい、いろんなその会社さんの、そのまあ、なんていうんですかね、その旅行サイトをデザインもしてたりですね、はい、そのお客様層に合わせて、はい、そういうコンサルティングみたいな、はい、まあ、いわゆる IT コンサルの部分があって、はいはい、その部分を無料でっていうか、無償で提供してるっていうような感じでいいんですかね。はい。あの例えばアスクルさんの例でいきますと、アスクルさんお使いのお客様というのは基本的にはあの企業の総務の方々なんですが、あの同じ方、総務の方々がオフィス家具の発注等をされていて、同じ方々がその出張手配等もされていらっしゃいますので、うん、例えばアスクルさんに対しては飛行機に関しても出張用に変更が可能な航空券を中心にご提供させていただいたりだとか、その企業様によってじゃあどのようなあのものが売れるのかということはもちろん違いますので、それに応じてデザインと商材とシステムをすべてカスタマイズして各社にご提供しているような形でございます。そういったなんかあの普通 IT コンサルっていうのは普通有料でね、はい、他のところはみんなサービスしているもんですよね、はい、そこのところをあえてなんか無償で提供して、そういったあのお客様のために、はい、あのまあ、作り込んでいくっていうか、はい、そういった、まあ、ビジネスモデルなんですよね。はい、もう初めはもうご指摘いただきましたように全て無償でご提供して、でご提供したあのコンテンツからお客様が、旅行だったり航空券を申し込みいただいて初めて当社に収益が生まれるような形でございます。ということは そちらの企業さんの、はい、その初期負担って言いますか、初期コストっていうのがほとんどかからないっていうことですか。もう一切かからない形です。あ、一切かからないんですね。はい、基本的にはそのクライアント様に関しては初期のコストもそうですし、ランニングのコストも一切かからず、また実際にその旅行のコンテンツを作っていくのは全て当社のスタッフが作っていきますので、労力面も一切かからない形です。はい、なるほど。それは非常にだから使いやすいっていうか、そうですね、入りやすい部分でもありますよね。はいはい、でプラスですね、最近やっぱりそういった意味でインターネット上の露出が非常に増えてると、はい、
そうですね、いわゆるインターネット上でいろんな会員様が来ているサイトであったりだとかアクセスが多いサイトに対してそこの旅行コンテンツをすべて当社がご提供させていただいているような形ですので、うん、もう本当におかげさまでウェブ上での露出というのは大変多くなっております。まあ、そういうわけで伸びているという、うん、会社さんなんですけれども、はいはい、ここで一旦ちょっとですね、はい、CM 挟みまして、はい、この続きは後半で、はい、また続きお伺いしたいと思います。では一旦 CM です。Ever since its foundation, APEC has progressed steadily through the individual and collective actions of the APEC member economies. And in 2010, a new step for APEC will begin in Japan. Closely harmonizing with nature, Japan's aesthetic sense and lifestyles were nurtured by its four beautiful seasons. A country where past and present blend seamlessly, and the traditional and the state-of-the-art coexist in harmony.The Japanese archipelago stretches for around 3,000 kilometers, resulting in a wide variety of environmental features. The APEC Japan 2010 meetings will be held in cities with distinctive characteristics located all over Japan. The venues for APEC Japan 2010 will be Tokyo, Hiroshima, Sapporo, Fukui, Beppu, Sendai, Nara, Gifu,Niigata, Nagoya, and Kyoto. The 22nd APEC Ministerial Meeting and the 18th APEC Economic Leaders Meeting will be held in the city of Yokohama. はい、それでは芋屋坂トーク後半です。今日のゲストはオンラインの旅行代理店、旅キャピタルの吉村社長です。よろしくお願いします。御社のだから強みっていうのをさっきからいろいろと教えていただいたんですけれど、はい、まず非常にコスト安い、はい、お客様にとっては非常に初期負担もなしで、はい、その旅行のサイトにまた進出していけるって言いますか、はい、それと大手の旅行代理店さんともなんか、はい、契約なさってるっていうか、はい、一緒に仕事してるんですよね、はい、今当社の方から旅行コンテンツを OEM 提供しておりますのが約500社ぐらいに OEM 提供しております。そのうち150社ぐらいっていうのがいわゆる旅行代理店様であったり旅行のポータルサイト様に対してコンテンツを提供しています。それは何をしているのかといいますと、例えば大手の旅行代理店様でも全部の旅行商材が自社が得意ってことはあまりなくてですね、例えば海外が得意であったり航空券が得意であったりされていらっしゃいますので、うんはい、海外が得意な代理店様に対しては国内のコンテンツをご提供したり、航空券が得意なところに対してはホテルをご提供したり、その先方様が不得意なコンテンツに関して投資の方で抽出をしてご提供しています、はい、で逆に初めからその旅行が本業ではない会社様、はいはい、先ほどのアスクラ様もそうですし、いわゆるポイント還元サービス様ともそうなんですがに対しては旅行関係のコンテンツをまとめてもうまとめて一切そうですご提供している形です、はい、で御社の得意不得意っていうのはもう旅に関してはほとんどどうなんですか、はい、ないっていうか、はい、基本的にオンライン上で国内海外航空券ホテル旅行すべてのコンテンツ取り揃えておりますのですべ、はい、ていわゆる OEM 提供できるような形に作っております。でその投資者の得意不得意というのはそこまではない形です。最近ですねさっき我々の、ニュースでもよく取り上げるんですけど、はい、円高が進んでますよね、はい、だから海外旅行っていうのが、今年なんかは人気だっていうふうに聞いてるんですけど、大変伸びて、そうですね、大変伸びています。やはりですね、今おっしゃっていただきましたように、例えば円高であったりだとか、いわゆるその外部要因でかなり旅行自体は海外が良かったり国内が良かったりということはもう年々違います、はい、ただ一番明確に言えますのはそのいわゆる店舗系からのオンライン系にっていうその移行ですね。そういう大きな流れは続いているので、はいはい、オンラインのだからその旅行代理店っていうのはの業界っていうのはまだまだ伸びてまだまだ伸びていると、はいはい、今全体 その何パーセントぐらいをそのオンラインが占めているっていうふうに見てらっしゃいますか、はい、今現状はまだ日本においては 50% に見ていない形です。あ、そうですか、はい、でも先進国では結構もうオンラインが主流なんですよね、はい、ご存知だと思うんですがアメリカ等ではもう、はい、基本的にオンラインがほとんど主流を占めています、はい、で今いわゆるその店舗系の大手様ですね、JTB さんであったり日本旅行さん、金通さんであったりがいわゆる店舗をどんどん閉鎖されてでオンラインに、どんどんより力を入れていらっしゃるという動きは業界全体としてあります。そうですか、はい、ただ
やはりその店舗対オンラインということで戦っているよりもですね、投資のようにオンライン専業の旅行代理店にとってみては、まあ、同じオンライン旅行業界という土俵上で、はい、競争ができた方が大変やりやすいというふうに思っています。なるほど、はい、そうするとどうですか、円高で、まあ、海外旅行もなんか今伸びているし、はい、今年は、はい、あと出張もなんか回復しているという話が。そうですね、モサト的にはやはり去年までがかなり落ち込んでおりましたので、はい、リーマンショック以降ですね、今年に入りましてからいわゆる企業出張がかなりこれまでも一切出張が禁止みたいな会社様が多かったんですが、今期以降はかなり緩和されています。出張も動き始めているということですね。そうですね、はい、じゃあ御社にとっては非常に、まあ、大変追い風ではあります、はい、追い風になっているということで、はいはい、もう旅行をとにかく自分ところのサイトに加えたいときにはもう御社に OEM でお願いすればいいと、はい、そうですね、まあ、そういう、はい、で自分で旅行に行きたいときも御社のホームページに行けば、そうです、はい、全部ほとんどの旅行はカバーされているということなんですね。はい、そうですね、はい、そうです、はい、もうすべての国ほとんどカバーされているんですか。コンテステムスも国内海外すべて航空券ホテル旅行は、はい、ご案内できる形でございます。すべての地域、はい、なんかうちにもその旅好きな人が多くてですね、はい、石田さんなんか人が踏みなんか行かないようなところでも、はい、結構行くんですけど、はい、そうですね、ただ1点言えますのは、はい、いわゆるそのインターネットで販売するのに一番適しているのは単品なんですね、はい、例えば航空券単体とかホテル単体っていうのは大変インターネットで、まあ、便利に手軽に買えることができるんですが、はいはい、申し上げたようないわゆるそのカスタマイズされているのは旅行ですね、はい、に関してはまあ、ある意味まだネットではなくてプロの代理店様の方にいろいろ対面でお話された方がいいケースはあると思います。まあ、希望があったり、はい、オプションをつけたり、そうです、はい、そういうなんかカスタマイズしたタイプの、はい、まあ、旅行をするときにはっていうことですか。はいはい、で、まあ、今実際に例えば国内のホテルとかがインターネットでは大変シェアが伸びているんですが、楽天トラベルさんであったり、はいはいはい、一休さんとかジャランさんとか、ね、私気がついたんですけど、はい、あれオンラインとその直接電話で申し込むのとえらいなんか価格差が、同じホテルの同じお部屋で、はい、えらいなんか価格差がありませんか、はい、何割も。そうですね、基本的に皆さん特に自社ホームページ自分たちホテル様の自分たちが運営しているホームページで集客されたいという施設様が大変多いですので、もうそこは一番ベストレートを出しているというケースが大変多いですね。もう大きな場合はもう半額以下で出されているケースというのもよくあると思います。はいはいはい、半額ですか、はい、なるほど。積極的にじゃあオンラインで、予約をした方が、まあ、お得だと、そうですね、いうことですか。はい、特に単品に関しても本当オンラインの方が手軽ですし、お安く買えると思います。はい、で今一番人気の、はい、まあ、地域とか、はい、そういったものってありますか。やはりですね、まあ、もうずっとではあるんですけども、アジア、海外でいうとアジアがすごく人気ですね。あ、そうですか。ただ、ビーチでですね、結構最近戻ってきますのがハワイですね。あ、ハワイですか。はい、まあ、日本人にとってハワイがすごく伸びておったんですが、すみません、今アジアって言ってたんですけれども、ただ、この 2,3 年、まあ、不況もあって、ハワイに対する渡航者数ってかなり減ってたんですね。ただ今年に入ってからかなり回復してきてますね。そうですか。私も来年絶対ハワイ行くぞってこの間も言ってたところなんですよ。はい、なるほど。ハワイに関しては当初アロハセブンという現地の法人が持ってまして、はい、アロハセブンというブランドで販売しておりますので、もしよければぜひ、はいはい、ぜひ今度なんかホームページちょっと見させていただいて、はい、ありがとうございます、はいはい、ご相談させていただきますけれども、はい、皆さんはもうホームページ、旅キャピタルさんのホームページ出ますか。こちらの方行ってみてください。今出てますね。はい、はい、でですね、こちらが会社のコーポレートサイトなんですが、各、実際に旅行商品を買えるブランドは今右手にバナーで載っていたところなんですが、はい、国内の航空券、国内の旅行、また海外ホテル航空券やハワイの専門サイトであったり各種ございますので、ぜひ見ていただければと思います。はい、はい、それではみんなもどんどん旅行に行きましょうということで、はい、今日は、まあ、はい、キャピタルの、はい、石村社長に来ていただきました。はい、今日はどうもお忙しいところ、とんでもないです、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは一旦 CM です。
ってほしい。はい、あ、エンディングがスタートいたしました。田倉さん、はい、あっという間30分あっという間というかでしたけど、またまたした30分ですね。いや本当にあのお忙しい中、タビキャピタルの方をした、はい、吉村社長、はい、お越しいただきました。ありがとうございました。走っていらっしゃったみたい で、なんか本当に、ね、汗びっしりちょっと書いてらっしゃいましたね。本当にお忙しい中駆けつけていただきまして、はい、ありがとうございました。はい、あの無事30分間終了と。はい、ギリギリセーフで、はい、ありがとうございました、はい、なんか一瞬あのなんか石田さんが映ったみたいに一瞬石田さんが今日は映ったみたいな感じになってたんですけど、あれはちょっと幻だったということで、はい、はい、皆さん、はい、それではですね、ちょっとあの初めにも言いました通り、石田さんと一緒に行く週末香港ワイン&ダイン、はい、私も久しぶりに香港行ってみようかな、ね、え、香港あの3回ぐらい私も行ったことはあるんですけど、はい、行きたくなりますね。どうですか、ええ、たまにいいでしょ。香港湾のクルージングとか、最高。ああ、そうですか。最高ですね。そうですか。はい、安く、あのクルージングできたりとか、はい、ね、はい、香港島とクーロン島、ね、はい、眺めながら100万ドルの夜景、はい、最高、ね、行きたい。竹村さん住んでらっしゃいましたからね。私住んでましたんで、はあ、もう あんまり見てると見飽きるもんなんですけどね。あのオフィスがもうそちらのシービューだったんですよ、はい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 、毎日毎日見てると、うん、まあ、シービューもまあそんなもんかみたいな感じになってきますけれども、あのセントラルとかすんごい発展しましたよね、はい、そうなんです、丸の内とか大手町みたいな感じになっちゃって、もうすごいです、凄まじい、なんかもうすごい、ああいうね狭い面積にすごい背の高いビルがたくさんもう立ってるんですよ、はい、ね、もうすごいな、急ななんか坂の途中にもいっぱいマンション建ってますね、ねえ、うん、不思議な感じでマンションいっぱい建っていて、はい、あと私ジャッキーチェンが好きだったので、はい、あ、私も好きです実はね、あのジャッキーチェンもブルースリーも好きですネイザンロードとか、はい、例 の看板越しでジャッキーチェンさんが飛ぶ、台風の時には飛ぶからあの外出ちゃダメなんですよ。あ、そうなんですか、はい、あの保険かけてあの出てもダメですからね、あれは。やっぱり香港行きたいですね、はい、行きたいですね、ちょっとワインツアー、じゃあこのワイン&ダインどうですか、はいはい、マルカジリツアー、はい、ぜひ皆さんもあのチェックしていただければと思います、はい、どうぞこちらですか、はい、こちらありますか、こちらです、ありますか、はい、チェックしていただければと思います、はい、ということで高村さん、次回の、はい、次回のゲストは、はい、ゲストの方をご紹介しましょう、はい、朝食朗読会リーダボ代表、はい、加藤さんをお招きしてお話をお伺いします、テーマがですね、はい、本を通じて人生を豊かに。おー、まあ、本もね、なんかあのいろいろいいこと書いてありますもんね。ね、はい、次回は、先ほどちょこっと幻で映った石田、総合プロデューサーが担当になりますので、はい、金曜日石田さんです。チェックしてください。はい、あの高村さん、あの、はい、おしワインちょっと後で教えてください。わかりました。またワイン好きなんです、はい。ワイン2の、はいはい、高村さんお願いします。ということで、はい、ということで今日も30分。生放送でお送りしました66ライブ、はい、お付き合いくださいましてありがとうございます。ありがとうございました、はいはい、次回は金曜日ということになります。5時50分スタートになりますので、はい、どうぞ皆さんまたお楽しみに、お楽しみにお付き合いください。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ここで失礼します。